ちゃ、こんにちは。これなんで書いてあるか知ってるか？ん？どれ？このメンバー。メンバー？いやもう、メンバーっていうか名前書いてあるか。もうヒントは、大注目はここです。あ、もうそれ言ったら分かる。そして日本ハムの近藤選手。このあたり大注目といえば今日何を話すのか。FA だ。そうです。今オフの FA。結構いるな、手を挙げそうな選手たち、まあ手を挙げる権利がある選手たちですね。黒文字が本オフに FA 権を取得する選手で、赤文字はもうすでに FA 権を取っていて、今年、まあ、契約だったりがまた切れるということで FA しようと思えばできる選手と。なるほど。で、実は赤字で挙げてない選手もまだいます。いるんだ。はい、はい、ということで、はい、今回は豊さんにズバリこの選手手を挙げそうだよねという選手を的中してもらいます、はい、もう田村ちょっと待って、早い。いやいや、なんで、なんでいきなりですか、もう。いやだってさ、はい、もう使う気がないんでしょ、田村。ロッテはね、そう、絶対言ってますよね。うん、いや、そしたらもうここだよ。で、本人もどうなんですかね。いや、やっぱまだできるっていう自負はあると思うし、はい、見ててもまだ全然できるよ。なるほど。じゃあこの田村選手は自らこう手を挙げそう。おお、いいね、手を挙げ、はい、手を挙げそう、はい、で、ここはい、あ、ヤクルト西浦、はい、選手。いや、その手を挙げるっていうか、はい、相手が取るか取らないかは別問題だよ。そうです、そうです。手を挙げそうなのはもう西浦だ、はい、これはやっぱね、ヤクルトの若手のあのなんていうの、ポテンシャル見たら、はい、もう俺は出れないと思うよね。いや、ちょっと難しくなってきてますよね。いや、難しいと思うよ。だったらできる場所を模索した方がいいですもんね。そう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 、はい、ここ広島、はい、能力は高いんだけどさ、はい、ポジションがないんだよ。確かにそうですね。うん、ってなるとやっぱり出た方が、出た方がいいね。はい、高城決していい違う違う違う、高城が取ったけど、うん、これ一回クビになってるのに拾われてるわけだから。そうどうてずうずうしくお前手を挙げたらお前とんでもない、とんでもない、あ、説明する権利もないと権利もない、俺が絶対止める、お前もう調子に乗んないで消されましたね。うん、そうそうそう。その DeNA なんですけれども、今、はい、ミネイ選手書いてますけれど、実は FA 切れる選手もいるんですよね、契約が、はいはい、山崎康晃選手、それから太田選手、この2名もいます。あ、太田は残るな。まあ、そうですよね、ノンテンダーできてますし。そうそう。いや、安明な、はい、安明はちょっと分かんないな。お、可能性はなくはない。可能性はなんか自ら手を挙げる、まだちょっと様子見だな、ここは。お、様子見、様子見、はい、涌井から島、浅村、この3名、うん、お、それはまた、まず涌井選手はだから出る間がなくなってる今。ああ、まあ、西武行ってロッテ行って楽天ですけれども、うん、取り手があったら俺は手を挙げると。まああと金額次第っていうところもあるでしょうし、楽天側は引き止めには一応かかるんですか。どうなんだろうな、ここら辺やっぱりこうお金もかかってるしさ、いろんなところで、はい、うん、だからまあ分かんないけど、金島も、はい、手を挙げるというよりも取り手があると思う。やっぱ左のあの変則で貴重価値が高い、しかも C ランクなんですよね。あー、いいねあ、いいね、何の保証もなくな、はい、で住みたいのは自分で自ら言ってるからね。あ、戻るっていうふうに、うん、そうですね、だからまあなんか出にくい、はい、で浅村は自分一人でやらなきゃいけないっていう、うん、ところに辛さももうこれから出てくるよね。あ、楽天にいると、うん、だからここは手を挙げそうな感じがする、うん、プラス楽天他にまだ権利があるのが岸投手、うん、岸はやっぱこう東北の人間だから、はい、残る、うん、から田中将大投手、これは高いから手挙げても取り手がないなるほど、挙げても高すぎると。それとやっぱ楽天からマー君が動くということはない。あ、まあそうですよね、うん、そこはだから銀次選手どうだろうな。銀次はやっぱりね、楽天の顔だからな、ね、うん、確かにそうですよね。で、西川選手、うん、取り手がないと取り手がない、まあ、ノンテンダーで来ましたけれども、まあ、来たけどね、はい、うん、だけどちょっとプレーのスタイルだとかいろいろこう総合的に見ると、
ちょっと厳しいかな、手挙げてもね。なるほど。あとここ武隈、はい、西武の、はい、これもあの西武の中月陣が良くなって、うん、はい、自分の出番がないっていうのは大体分かってる感じがあるよね。あ、だから居場所を見つけて移動する可能性がある、ね、はい、なるほどね。ピッチャー陣だとね、取りたいチームもね出てくるでしょうし、ね、まあそうだね、はい、ここには触れないんでしょうか。これ手挙げて残留だよ。早っ。え、手を挙げて残留。残留、うん、なぜかというと、はい、セリーグには行きにくいよね。これ DH があった方がいい。やっぱ体のサイズとかいろんなことを考えて、はい、まあ、広島いらないよね、うん、キャッチャーたくさんいるし、うん、阪神っていうのがワンチャンあるけどね、うん、でもね、俺森は山川とかとめちゃくちゃ仲いいんだよ。じゃあアグーソフトバンク行くのって言ってたんで、あ、じゃああげるわお先に行くわソフトバンクに、あ、隣にピョンと。なるほどね。え、でもただ手は挙げるけれども、まあ、残留の可能性も高いってことですよね。そうだね、残る、まあ、でも西武キャッチャー新しい人いるじゃないですか。育ってまあいるよね、小賀とかね、はい、っていうことを考えたときに、じゃあ金銭のどのぐらいの開きが本人と球団であるのかとか。いや出すよ、森は。森には出しますかね、うん、でも西武みんなそっち行っちゃうんですよ。楽天、はい、いやいや森が楽天に行くことはない。そうない、うん、北に登ることはないあの西に降りてはいっても、西に降りてはいっけど、だからまあいい、まあ可能性はあるね。なるほど、うん、じゃあここです。外崎選手、外崎はね、言えば阪神から DeNA に移った、うん、大和的な匂いがするんだよ。確かに確かに、うん、はい、だから可能性はなくはない。手を挙げそうなこともあるってことですよ ね、はい、はい。それから見てると、まあ岡田だな。あ、中日の岡田投手、左ですね、はい、松葉投手、松葉どうだろうな、はい、木下と仲いいんだよな。あ、そうなんですね、家族ぐるみの岡田ぐるみのですね。あ、松葉じゃないか、あれは笠原か。松葉じゃない。あ、それ違う。あ、もう手挙げるもん。その何でもかんでもみたいに急になってきましたね。まあ挙げるかも。いやいや、うん、だろうとね。で手挙げても加藤とかはちょっとまだ実績的に取り手がないかなっていうような、はい、そんな感じがするんだよね、うん、でも中日にいてもしょうがないんだよ、まあそうですね、19人外野手がいるから、はい、もう順番回ってこないわけよ、うん、で高橋周平がどうかな。出ない、手を挙げる、あ、でも手を挙げてもいいんですもんね、自分の価値を聞くために。ただ手を挙げるかどうか、うわ難しいな。まあ手を挙げて残留っていうこともある。まあなんか、まあ、手、いやみんな手を挙げるかもわかんない。あ、そうですね、残留をあれしてね、うん、だまあ高橋周平だ、一応挙げとくと。ただ残留の可能性もあるよと。あと中日で、はい、田島投手、大島選手、平田選手も一応平田は絶対ない。ない。大島もないかな。なんか大島選手もなさそうな気がしますよね。いや年齢的なものがあるしさ。はい。で他行って苦労することもないでしょ。はい。田島ありそうだな。田島選手。田島投手ですね。じゃあここをあの赤で書いておきます。田島もやっぱ出番がもう多分ないよこのままじゃ。確かにこのままだと、はい、ピッチャーの居場所はそうそうそうないかもしれないですよね。そうそう。うん、あ、西だな。ロッテから阪神に来て、阪神を去るのか。あれ親戚も入ってますもんね、西純也。どうしよう。親戚いじめられるかもわからない。負けたら。出たら？そんなことないか。そんなことないか。ここどうなんでしょうか。別にそのここで生え抜きではないので西投手は阪神で。いやだから手を挙げるんじゃないかなと思う、はい。うん。まあ金額も見たいっていう。まあ手を挙げて残留は岩崎。あ、手を挙げますかやっぱ。うん、まあ、ここは残らないとなんかファンがやっぱり残ってほしいと思いますよね、うん、やっぱ阪神から出ていくっていうのはあんまりないよね。な今まであやっぱ優遇だよ、うん、で終わった時の阪神で終わった時のことを考えると、はい、やっぱもう阪神で終わってた方がいいもんね。まあそうですね、そう考えると、うんうん、巨人です。菅野いましたよ、菅野投手。菅野は、うん、もう
特別待遇みたいなことでやってもらってるから、はい、あげるも減ったぐるもないよね。あげられないですよね。あげられないよ、うん、一生あげられないでしょうね。で中田、はい、中田はあげて取るとこあるか。いや取りたいとこあると思うんだけど、あげれるか、なんかそういう条件を持って契約してんじゃないの。なんかそんな感じがするよ、ね、よくわかんないけどさ、うん、だからここら辺は俺はもうあげないでもそんな権利を行使するとかいうのはないと思う。論外ないですね。ないと。じゃあ上げない。そうそう、はい、あとヤクルトですね。ヤクルト実は石川投手、それから中村選手、川端選手、内川選手、坂口選手が手を挙げる権利またさらに持ってます。契約今年切れるので。まあ、中村なんか手を挙げて残留だよね。27番もらってさ。あ、確かに、うん、そうですね。だから手は挙げるかもわからないけど必ず残留する。まあまあここはもうお決まりのってことですね、うん、あと川端選手、川端手挙げないな、まあ、そのまま残る。そうそうそう。あと内川選手と坂口選手がいます。ない、うん、そこはないない。うん、そりゃあったらびっくりしちゃうあったらびっくりしちゃう、うん、あと広島が相澤選手、はい、それから堂林選手、長野選手、松山選手がまた手を挙げる権利復活です。長野選手とかどうなんですかね。なあ、うん、長野も九州、九州ですね、はい、ね、はい、松山も鹿児島、松山は鹿児島、お九州、ね、はい、ソフトバンクっていう可能性もなくはないな。九州ですからね。ばあちゃーん言うて松山は言うけど、はい、でより映るよね、おばあちゃんに見せられる。いや、もう今全国放送ですけれどもよりそうですね。そうそうそう、おばあちゃんに近くなる松山。どうだろうな。でも広島いい選手いるな。いや、いるんですよ本当。で俺相澤がどうなんだろうなと思うよね。相澤選手がどうするのか、手を挙げるのか。いやいや、やっぱね、いろんなキャッチャーを今必死に使ってんだよね、はい、広島が、うん、何年ぶりにマスクかぶんのっていう人がかぶってるわけよ、はい、だからここがひょっとしたら動きそうなの気配をがあって、うん、いろんな選手、まあ、キャッチャーも優秀な人間いるからね、うん、広島はこれから上げそうな気がするな、はい、まあ自分の生き残りをどこか模索してる意味でも、そうそうそう、長くやるためにね、はい、でやっぱ代わり坂倉なんかもいるし、います、うん、中村翔成いるし、はい、でいろんな若手の有望なキャッチャーもいるわけよ、はい、そうなってくるとあの使われ方を見るとなんか相澤が出ていくから他の選手を使っとかなきゃいけないっていうような動きなのかなっていう感じがする、ね、うん、ああ今からもう伏線で、ね、そう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 、なるほど、だから可能性はなくはないよね。そうですよね。堂林選手は残りそう、まあ、奥さんはこっちの方帰ってきたいだろうねそうですね、在京だったので。神奈川のうちの近くの近所の子だったから。そうだったんですね。そうそう、じゃあやっぱ実家も近ければね。初詣は一緒のとこだから。あ、そうだったんですか。そこぐらい近くだから。じゃあもしかしたらね、実家に戻ってきたいってあるか、うん、まあね、うん、こう西川は分かんないよね、どうすんだろうっていう。天才西川君、行動も天才なのか、うん、手あげるのか。そしてああでもないな、あげなさそう、うん、まあ大体こんなところかな。ここまあ、いやここら辺はもう、まあ、鉄板でなんか残りそうな感じですね。では手もあげずに、うん、ここもちょっと残念。まあ将来の幹部候補生だもん。まあそうですね。あ、これを手放すということはない。和田はもう年齢的にない。まあまあそうですね。中村がいた、はい、ロッテの中村翔吾選手です。そうです、はい、ここも目玉です。ここも手を挙げそうな気もする。あ、一応手を挙げて残留ってことですか。残留可能性あるね。あ、オリックス、あのキャッチャー清水トライ選手、難しいな。ここもやっぱりキャッチャー競争してるっていうことはあるんだよ。こことここって東海大で一緒にやってましたっけ。あれ、全日本でやってましたっけ。全日本のバッテリーですよね。お前が来いって言うんだよね、伏見が。あ、伏見選手が。なんで俺がお前の球を受けに、お前わざわざ行かなきゃいけない。あ、そうか、お前が来いと。あ、ここはじゃあどうなんですかね、そのままなのか。一応手挙げるか。いや、だから他の球団が取りに来そうだったら挙げるし、なかったらあげないよね。探りですね。でも欲しいキャッチャーとしたら森だよ。森
森選手、まあそりゃそうですよね。な、うん、相澤もいるしさ。あ、まあそうですね。ここか。で、日本ハムは、まあ、近藤選手権利持ってます。プラス、はい、中島拓也選手、宮西投手、杉谷投手も持ってます。杉谷選手だ。杉谷選手。まあいいんだけど、はい、あれ段差だから。きつね段差だから。はい。まあそこら辺はないかな。あ、ここら辺は取り手がないと思う。手はどうします？上げるんですか？近藤選手。近藤は手を上げて残留するよ。手上げ残留ですね。うん、はい、宮西投手は。はもう取り手がないと思うよ。厳しい、まあ、年齢的に。ちょっと厳しい、年齢的にもそうだし、今年の打たれ方見てると、うん、まあ厳しいよな。うん、中島選手、宮西投手、杉谷選手。いらないね。他のところも欲しがるかどうかわからないというところで、はい、今回は、はい、じゃあどの選手が手を挙げそうで、どの選手は手を挙げなさそうかっていうのを見たんですけど、じゃあ次回。このチームはこの選手絶対取りに行くよね、取欲しいよね、そのちょっと予測を言いましょう。まだ続くの？え、続きます。そこが一番多分知りたいですよね。そこがなんだ、もうこれで終わりかと思ったお前。例えば巨人はどれ欲しいかなとか、はいはいはい、そういうのをちょっと次回の動画でやっていきましょう。はい、はいはい。